はい、どうも風太郎です。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は諸々の事情でまだ出せていなかった上位指名候補の選手の解説動画を出しているところになります。ということで今回は選抜で打率6割超えを記録した打撃センス抜群の高校屈指の強打者、浦和学院高校の金田悠太選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく4つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールを説明して、その次に打撃内容と守備走塁の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、では行きましょう。はい、それではまずはプロフィールの紹介になります。金田悠太選手は右投げ左打ち、181cm79kg の内野手になります。ということで打席で見ても線の細さが目立つ体格です。身長はあるだけに身体的な強化による伸びしろはかなり残っていそうで、さらなる打球速度アップ、飛距離アップなどが期待できそうです。ただしプレーから体幹の強さがあまり感じられない点は少し気になりました。またこの選手は春の選抜で九州国際大附属高校の香西投手、近江高校の山田投手から3安打するなど、全国の好投手相手に17打数11安打、打率6割4分7厘の大活躍で注目度が上がり、夏の埼玉予選でも当然のように打率4割5分をマークしたものの、決勝で聖望学園に敗れ、惜しくも甲子園出場とはなりませんでした。個人的にも選抜の時点でこれはただものではないと感じていたものの、高校からのプロ入り志望なのかが分からなかったこともあり、解説動画は一旦保留にしていた選手でした。そんな中、プロ志望届が先日提出されたということで、果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。はい、それでは打撃分析ということで、まずはフォームとスイングから解説していきたいと思います。この選手は脇を締めた動きの少ない構えからフォロースルーの小さいコンパクトなスイングをしてきます。ということでテニスのバックハンドのようなスイングでボールの軌道にバットを乗せて線で捉えてくるイメージです。この時点で明らかにミート力が高そうな気配が出ています。ただしっかり触れてはいるものの、線の細さもありスイングの力感は波ぐらいに感じました。長打も出ていますが、ホームランになりやすい高い弾道ではなく低い弾道で鋭い打球を打ち返して二塁打を量産しているというイメージです。ということでプロではミート中心のアベレージヒッタータイプのイメージを持ちました。ただこの選手は身体的な伸びしろをまだかなり残していそうなので、プロでみっちり体を作れば長打力はまだまだ上がる可能性が高いと考えます。では次に直球に対する対応について解説していきたいと思います。まずアウトコースに対しては下がらずセンター方向を中心に綺麗に打ち返していきます。高めはレフト方向に長打性の打球を放ってきます。インコースに対してはバットを縦に使えるので引っ張ってもファールにならず、一塁線にライナー性の打球を打ち返してきます。ということでどんなコースの球に対してもしっかり捉えて広角に打ち返してきます。さらに当てるだけにならず、しっかり振った上で捉えられているので打球は低く鋭く、ホームランにはなりにくいもののツーベースを量産しています。また現状では逆方向への長打はあまり見られませんが、こちらも当てるだけにならずしっかり振って外野までは飛ばせています。ということですぐに木製バットにも対応できそうだと思いましたし、今後の身体強化で飛距離が伸びてくるようだとかなりヤバいバッターになってきそうな雰囲気があります。次に変化球に対する対応ですが、まず曲がる系に対しては逃げていく球はしっかりミートして綺麗に流し打ちしてきます。また低めは腕を伸ばしてうまくバットに当てて空振りしません。入ってくる球はボールの軌道にバットをうまく乗せてヒットにしてきます。落ちる系に対してはしっかり見極めてきます。ただし逃げていく球は追いかけに行って空振りしがちなようです。ということで変化球に対しても高校生バッターとしてはほぼ完璧とも言える対応力だと思いました。しっかりタイミング合わせてかつ芯で捉えて広角に打ち返してきますし、少々崩されてもヒットゾーンに打ち返すバットコントロールの良さも感じます。また選抜で対戦した九州国際大附属高校の香西投手の外スラを完璧に流し打ちするなど、左投手も全く苦にしません。さらに選球眼もかなりいいと思いました。ストライクからボールになるいい変化球でもかなり早い段階で見極めて平然と見送ってくる場面が目立ちます。
それでは打撃のまとめになります。この選手はフォロースルーの小さいコンパクトなスイングで直球変化球ともに抜群の対応力で広角に打ち返してきます。ということで、なんでこの選手は高校ジャパンに選ばれていないのでしょうか。ボール球はしっかり見極める選球眼があり、厳しい球はカットして逃げる技術とミート力もあるので、甘い球を呼び込むことができており、そして甘い球が来たらややミスショットもありますがしっかり仕留めてきます。ということで、どの大会でも安定して高打率を残せているのも納得の打撃内容で、今年の高校生の左打者では京都外大西高校の西村選手と同じクラスの打撃だと考えます。ということで、打撃に関してはホームランが少ないことぐらいしか気になる点が思いつきません。さらにこの選手の場合は身体的な伸びしろをまだかなり残していそうなので、さらなる長打力アップも期待できると思います。現時点でも2軍では1年目から結構打てそうですが、まずはいいものを食いまくってトレーニングをしまくって体の厚みアップと体幹強化をしていき、長打力を上げて希少価値を高めていきたいところです。最終形としてはホームランは20発前後で2塁打を量産する中距離打者というイメージを持ちました。はい、これで打撃分析は以上になりますので、続いて守備走塁を見ていきたいと思います。では次に守備走塁を見ていきたいと思います。まず守備位置ですが、内野、主にショートを守っています。捕球守備範囲は微妙、肩は普通、送球は普通ぐらいだと思いました。無難には守れていますが、身体能力が高い選手ではなさそうなこともあり、全体的に体幹の強さ、動作のキレが感じられず抜群とまでは言えないと思いました。選抜で対戦した近江高校の横田選手あたりの守備と比べると結構差はあると思いました。また投手として140キロ近く計測しますので、肩は弱くはなさそうです。ただこちらもややくねくねしたフォームで、やはり体幹の強さがあまり感じられません。走塁に関しては脚力はあまりなさそうで、今後体をでかくしていったらさらに遅くなってしまう気はしました。ということで、悪くはないんですが、ザ・無難という感じで、プロでいうと横浜の倉本選手あたりの守備に近い印象を持ちました。プロでも他の選手との兼ね合い次第でショートでいける可能性もあるとは思いますが、最終的にはセカンドかサード、最悪レフトあたりにコンバートになる可能性が高いと考えます。また走力がないのも残念なところです。ということで、守備走塁が波の中距離打者タイプということにはなるでしょう。このタイプは大学社会人含めいい選手はたくさんいますので、タイプとしての希少性という意味ではそこまででもないということにはなるでしょう。はい、これで分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この選手は先発で打率6割超えを記録した打撃センス抜群の高校屈指の強打者になります。なぜ高校ジャパンに選ばれていないのかわからないぐらい実力は高く、今年の高校生の左バッターでは京都外大西高校の西村選手と双璧のバッティングだと考えます。また身体的な伸びしろをまだかなり残していそうで、最終的には3割20本前後で2塁打を量産する中距離打者に成長していくイメージです。ということで、育成難易度が高くなく、将来的に3割20本が期待できる内野手を補強したい球団が指名してくるでしょう。となると具体的には西武、ソフトバンク、楽天、広島、巨人、阪神あたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、プータロ式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星2つ、白星1つになります。ドラフトを3位から4位級と評価いたします。将来像は東海大相模高校から中日にドラフト2位で指名され、サードに定着すると安定して毎年3割20本近い成績を残し、勝負強さも光った中日黄金時代不動のサード森野雅彦選手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この選手の打撃は高校トップクラスだと考えていますが、プロ基準で考えると守備走塁が波の中距離打者タイプで飛び抜けた存在ではないということで、黒星は2つ。一方でまだ線が細く、プロでみっちり体を作っていけば長打力は年間20発前後は期待できるぐらいまではいけると思いましたので、白星は1つ進呈して合計黒星2つ、白星1つと評価いたしました。ということで、素晴らしい選手だとは思うものの、希
希少性の観点からドラフトでは上位指名ボーダーぐらいの位置づけとなるかなと考えていますが、個人的には打撃に関しては丸選手に近い印象を持ちましたし、最終的には森野選手のような中距離打者としてプロでも活躍できるイメージが持てました。それでは最後になりますが、個人的には注意で指名できそうな高校生バッターの中では最も好みの選手でしたし、なんとなくですがストイックなタイプにも見えましたので、プロ入り後は長打力を磨いてさらに上を目指して、最終的には強打の中距離打者として大活躍してほしいと願っております。ということで、次回はドラフト本番約1週間前ということで、選手個別の解説動画は一旦中断し、球団別のドラフト指名予想を出していきたいと思いますので、お楽しみに。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。ブータロでした。